どうもお疲れ様です。1月16日朝6時の相場解説になります。まあ一言で言うとね、上昇鈍化ってことになりますけども、 FX オリガルヒの皆様には前回の動画でお伝えしたわけなんですが、この上昇鈍化ってのは何かっていうとね、私の見立てでは1週間で見ると144円台の方に下がっていくというふうに考えてるんですよ。1週間の単位で見るとね。でも月曜火曜水曜というね、この前半の3日間においては上昇していくんではなかろうかっていうふうな見立てを立てたんで、昨日月曜日ってのは上昇に乗っていくっていうふうなね形でお話をしました。ところがこの上昇の速度が思いもよらず結構ね強くてですね、もしかしたら月曜日火曜日水曜日の分までもう週の前半の分まで伸びきっちゃったんじゃないかなっていうふうに考えちゃうんですよ。それが前回の放送でオリガルヒの皆様にお伝えしたものです。でこちらの方にヒゲ先からなるゾーンがありますけども、ここをね、難なく抵抗なく突き破ってしまった。しかも N まで書いて上の方に突き抜けていったんですよね。これ細かい時間軸で見るともっとはっきりするんですけどね。まあ、そうなると上昇は十分果たしたのかなっていうことと、あとここで結局動きが鈍化しちゃってるでしょ。横に行ってるでしょ。だからもしかしたらここまでなのかなと。月火水で、3日間かけて伸びる部分を1日でね、達成しちゃったんじゃないかなっていうふうに見てるんですよ。ですんで今日は倍にエントリーしていくっていうことにはちょっとね、消極的ですね。はい。どのように見ていくかってことなんですけども、ここでちょっとね、レンジのような箱を作って、これを超えていったら倍でエントリーしてもいいかなっていうところですよね。で、移動平均線にぶつかるところでもありますんで、そことの関係がどういうふうになるかを午前中見ていこうと思います。それが全体像ですね。じゃあちょっとね、日足の方からいつも通り見ていきましょうか。日足は、ブーンとね、半値戻しがあった後に、買われすぎて今度売りに入ったと。今度またそのね、売られすぎの分が戻ってきたってことで、ボラティリティがどん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 ちっちゃくなっているっていうふうに見ています。で、最終的には下に抜けていくんじゃないかなってところで、144円が今週金曜日が終わった時につける値段じゃないかなっていうところですね。だから今から考えたら2円ぐらい下の方に行くんじゃないかなっていうふうにね、考えているところですね。まあ2円というか1円か。144円台ですから。1円ですね。1円ぐらい下がるんじゃないかなと思ってますね。はい。で、次。4時間ですね。で、4時間なんですけども、そうですね。ここのゾーンを抜けたところが見て取れるかなと。抜けたんだけども、戻ってきて、またゾーンの中に入っちゃった。だから横ばいの傾向になるのかなと。で、上昇の勢いっていうのは、最初の頃はこう強くあったわけでしょ。で、乖離が進んで収束して、もう一回ドカーンと乖離したんだけども、今度はそんなに移動平均線が離れてないんですよ。どん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 移動平均線との距離が、近くなってるんですよね、こういうふうに。ということは、こういうふうに、だん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 、高値収束、安値収束の動きが見えられてくるんじゃないかなっていうふうに4時間見ますね。で、1時間に戻るんですが、これを念頭に置くと、こちらの方ね、なんか横ばいっぽくなってきたかなというところで、前回のオリガルヒの放送で予測した通り、ああ、ここまでかっていうのがね、今そうなってるってところです。ですんで、このね、すごく上下の厚みがなくなってきたロウソク足が、今度どのようにね、ボカーンと、ブレイクしていくのかってことを今日は見ていきたいなというところです。それによってまたね、エントリーのポイントが決まると思います。さあ、それではカレンダーの方と、あとニュースを見ていきましょうか。はい、ニューヨーク市況、ドル円伸び悩み、ドル円伸び悩みですね。やっぱり観測されてますね。っていうこととカレンダーです。昨日はアメリカが休みだったんですけども、今日は空いてますからね。まあ、今日はズバリテクニカルですね。もう大した材料ありませんので。このまま突っ切っていきましょう。以上です。お疲れ様です。